僕のイタリご飯チャンネルのゆかりです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しく料理を作りたいという方のための簡単レシピをご紹介しています。で、今回は焼き芋より美味しいびっくりマークはてなフライパン蒸しでしっとり濃厚なさつまいもが美味しすぎるという企画です。これからが旬のさつまいも、さつまいもの食べ方で焼き芋って人気ですが、実はこのフライパン蒸しするとしっとり濃厚でまるで蜜芋のような甘い仕上がりになるんです。材料と道具はこちらです。さつまいもは両端を切り落とします。こちらのさつまいもを蒸していきます。まずフライパンに水を注ぎます。で、水を注いだらアルミホイルを敷きます。こうやって2枚重ねて敷きます。はみ出た部分はこうやって内側に巻き込んでいきます。で、この時蒸してる間にちょっと水が入り込んできたりするんですけど、いっぱい入るわけじゃないのでそんな気にしなくて大丈夫です。こうすることで蒸し器がなくても蒸すことができます。で、さつまいもを入れたら蓋をして強火で熱します。で、蒸気が上がってくるまで待ちます。これぐらい蒸気が上がってきたら、中火、フライパンの底に火が当たるぐらいの火加減にして15分蒸します。これ蒸してるとだんだん水がなくなってきますので、水がなくなってきたら 100ml ほど足してください。で、水なくなっちゃうと蒸気で蒸すことできなくなっちゃいますので、なくなってきたら足すようにします。はい、で、15分蒸したら上下をひっくり返します。はい、で、上下をひっくり返したらさらに10から15分ほど蒸します。こうやって途中でひっくり返すことによって全体にムラなく火が通りやすくなります。蒸し上がりました。蒸し上がりの目安は竹串を刺した時にスッと火が通れば OK です。こっちもやろう。バッチリ火が通ってます。そうだね、タイマイ、はい、芋に合いそう。炊こうかな。では、焼き芋より美味しいびっくりマークはてな、フライパン蒸しでしっとり濃厚なさつまいもが美味しすぎるという企画です。もう読みたい。食べても、ね、口に残らない。めっちゃ柔らかいですね。ね、で、お好みで塩振って食べても美味しいよっていう、うん、お塩かけても美味しかったです。おー、ね、塩推し、あとバニラアイスに添えたりとか。美味しそう、それ。ね、美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。